はい、皆さんおはようございます。4月6日今日は火曜日ですね。はい、今ね積み置きの廃材を下ろしてきてね、これから朝市はね佐伯区じゃないわ、東広島市西条町の方にねコンテナ設置に向かいます。はい、じゃあ早速エンジンかけて出発しましょう。よいしょ、よし、暑い。いや今日もめっちゃ暑くなりそうですね、ほんとね。もう今週はずっとね、晴れの天気予報なんで。よいしょ。いやもうすでに日差しが暑いですけどね。はい、広島インターから芝まで乗って、そっからね、東広島バイパスを通って、西条の下見長というところにね、行きます。はい、コンテナ設置なんでね、今日はね、のんびりとしたスタートとなってますね。はい、今日若干ね、仕事量が結構、増えてましたんで、はい、まあ、暇じゃ言うても、こんな感じでね、仕事が現場がにぎわってくれるとね、やっぱり安心ですよね。いや天気がいい、本当。もうすっかりね、先週末の日曜日の雨で桜の方はね散ってしまいましたね。はい、まあ、この辺まだチラチラ咲いてますけど、はい、もう桜もね広島県は見納めですね、本当ね。これからはね東北の方とかがだんだんとね桜が咲いてくるんじゃないでしょうかね。はい、ここね芝トンネルの手前なんですけど、ここがねどうしても車間距離がねみんなだんだん詰まってきてからね、結構ここが事故がね起きやすい箇所なんですよ。芝トンネルの手前です、ね、トンネル出てちょっと奥屋でねコーヒー買おうと思います。コーヒーとあとね飲み物がないんでね、はい、しっかり水分買いたいと思います。コーヒーとね、お茶を買ってきましたんで、出発進行です。よいしょ。 ETC カードが挿入されました。有効期限は2023年6月です。結構ね、8時から9時までここがバス優先なんでね、朝の8時から夜7時までバス優先ゾーンなんでね、結構広めに取ってありますよね。このちっちゃい、あんまりね奥やパーキングエリアってあんまり広くないんですけど、バス優先がね4箇所取ってありますね。OK。 あれすげえ、これ何運ぶんだろう。これ液体かなんか運ぶんでしょうけど、すごいね。このトラック岡山県ナンバーで、よいしょ。コンテナ設置なんでね、もうピャピャッと終わらせて、多分ね設置した後多分引き上げはないんですよ。引き上げがあったらね、さっきの設置の無線現場もらった時点でね、引き上げの現場も多分言ってくれるんで、おそらく引き上げの現場がないんでしょうね。だからコンテナ設置したらもう、倉庫の方にね空のコンテナをつけに帰る段取りになると思います。今ねナビ見よったら、この芝で降りずにね西条の方までなんか行けっていう指示ですね。西条インターまで行って、そっから375号線ね、国道37号で、下見長の方へ向かっていくという形ですかね。多分あんまり時間的に変わらんと思うんですけどね、今のところで芝で降りて東広島バイパス通ってってもね、あんまり変わらんとは思うんですけど、はい、僕、従順な男なんでね、ナビに従っていきたいと思います。いやー、ほんと今日はいいね、青空というよりね雲もね、ちゃんとかかっててね、すごいいい
感じの空です。僕一番好きですね、こういう空がね、はい、真っ青よりはこんな感じで雲もね出てる方が僕は好きですね。綺麗な雲じゃん今日はね。いやいいですよ、こうやって本当景色見ながらね、運転の仕事っていうのはね、これが醍醐味ですよね、本当ね。もうずっと僕は言い続けてきてますけど、本当この天気のいい日のね、高速道路なんかね、本当気持ちがいいですね、走っててね。はい、今西条インターで降りてね、国道375号線を西条の街中の方へ向いてね、走っております。あともう9分ぐらいでね着きますけど、ね、この辺もしっかり栄えた場所なんですよ、ここ375号線はね。道もねなんかすごい広く感じますよね。多分幅的にはあの普通のね道路と一緒なんでしょうけど、なんかすごく歩道が広いけかな、すごいね広く感じますね、この道がね。見通しもいいんですごい走りやすいですね、ここ375号線ですけど。どこ速で走るかな。ここ今ね国道375から、斜めに左に入ってきた道なんですけど、ここをこのまま行くとね、もうすぐ先で西条バイパスね、東広島バイパスとぶつかるとこの交わるとこなんですけど、ここ初めて通りましたね僕ね。15年やってきてこの道から西条バイパスにね、合流するのは初めてですね。もうこの先がね、右手が、新幹線のね、東広島駅があるところですね。もうちょっと先をね、左それて降りてって、右にぐーっと上がっていくと、新幹線のね、東広島駅があるところですね。ね、こうやってから初めて通る道とかもね、結構まだまだありますよね。西条とかね、しょっちゅうこの辺は来るんですけど、いつもねあっちの西条バイパスを通ってきますんでね、はい、初めてですわこの道はね。さあもうあと3分でね現場の方へ着きますんでね、よいしょ、コンテナ設置していきたいと思います。はい、今ね、設置する箇所にコンテナを、コンパネを引いて、これからね、コンテナを下ろしていきます。上当たるかな、カーポートの下なんでね、当たるかな、大丈夫ですね。これ今度出すときがちょっとね、前に引っ張って出さんとコンテナを上げないとね、今度出すときはね屋根に上に当たりますんでね、はい、それでは設置完了。はい、今ね、事務所の方に無線入れたら、やっぱり引き上げの現場ないということなんで、これから、倉庫の方にね空のコンテナをつけに帰りたいと思います。いいねこの風景ね、いいですね田園風景ね。はい、じゃあこんな感じで今日もねぼちぼちとまたやっていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。さよなら。